もう始まってるよ先生、なんか喋らないと。ファイト先生。でもこんないきなり。頑張ってくださいな先生。とりあえず何か声を出すだけでも何でもいいですから。ああ、そういうのが地味に一番困るのよね。いろいろ考えちゃって。何でも。ほらね、案の定。先生、せめてタイトルコールだけでいいから簡単でしょ？そう、かなたさんの言う通り、とっても簡単ですわ。さあ先生どうぞ。あ、でもそのままタイトルコールとおっしゃるとか、そういうベタなのも十分ありですわね。そのあたりもささご自由に。もうお嬢うるさい。先生が混乱するじゃん。黙って喋らないでお口閉じてて。ちょっとかなた、相手は一応教師なんだから、そんな言い方はいくらなんでも。神様ありがとうございます。今私今日初めてかなたさんに話しかけられましたわ。いくら指導先生があれだからって、礼儀はちゃんとしないと。本気で言ってる？さっちゃん。正直ちょっと自信ないけど。もぐもぐ、やれやれ。あ、マナト、お菓子は食べちゃダメって言ったでしょ。でもお腹すいた。それでもダメなの。後でならいっぱい食べていいから、今は我慢しなさい。だって今はダメなの。お腹すいた。後でね。みんな一旦静かにして。サチさん、今のは私に。指導先生は黙ってください。喋らないでください。口を閉じてください。はい。先生はタイトルコールしてください。マナト、ささっと。はい、カンペはここ。あ、はい。優しい教師の先生、私たちも一緒に言うから、大きな声でね。いいよね、さっちゃん、マナト。まあいいわよ、最初だし仕方ない。うん、私も喜んでお力添えしますわ。皆さんありがとうございます。ち、お嬢は呼んだ覚えないんだけどな。まあいいや。それじゃあ行くよ、いっせーの。優しい教師のラジオ放送室、やさラジ。先生にしかできないことなの。え、一体何が。マナト君、先生にやってもらわないと困るの。それはどんな。っていうかもうやるってことになってるの。あ、ないんですか拒否権。ちょっと話が違うでしょ。二人とも無理強いはしないっていう約束だったじゃない。あ、サチさん、サチさんは頼み事の内容をご存知なんですか？やだ、あんたたちまだ事情すら説明してないの？こんなの応募ダメじゃない。いやだって、先生のことだから絶対 OK もらえると思って、ちょっと順序をはしょっただけっていうか。いくら結果が見えてるからって横着しちゃダメなんだから、ちゃんと理由を説明して納得した上で引き受けてもらうんでしょうが。やっぱりないんですか拒否権。いえ、そんなつもりはあんまりないです。サチは正直者。うっさい、マナト。すいません先生。いえ気にしてませんから。それでその頼み事っていうのは。おっといけない、そうだった。あのね、実は先生にお昼の放送をやってほしいの。お昼の放送というと。ふっふっふー、ご説明しましょうということで、さっちゃんさんお願いします。私、ワクワクドキドキ。事の起こりはつい先日、放送委員の鈴木さんが新しいお昼の放送のコーナーを立ち上げたいと私とかなたに相談してきたんです。
なぜ放送委員でもない私たちに？疑問はそのコーナーの詳細を聞いた時紹介しました。結構ノリノリで始まる解説。マナとシ、お約束に突っ込んだら無粋だよ。その鈴木さんの企画というのは、毎週ゲストパーソナリティとしてクラスの担任教師を迎えたラジオ形式の放送コーナーをやるというものだったんです。そしてその記念すべき一人目にぜひ先生をと。なるほど。あれ、鈴木さんはなぜ私に直接ではなく彼方さんたち経由で頼み事を？だって先生への依頼は事務所を通すことっていうのはこの間の最高学級裁判で決まったことだしね。ーねー、そういうことですので。いつの間にか新しい方が。そして事務所としましてはこのお仕事ありですなという判断です。ですです。事務所って一体。あ、でもさっきも言いましたけど、先生がもし嫌だと言ったらこの話はなしになりますから。わかりました。そうそう、無理強いはしないよ。引き受けます。素直な気持ちでお返事をどうぞ。私でよろしければ、うん、ほら、やっぱ結果オーライだった。知ってた。いやー、出演 OK って伝えたら鈴木さんすごい喜んでたね。あれはかなりヤバいテンションだったわね。先生ゲスト日いきなり明日に決めちゃったり、うむも言わさぬ勢いで。うむ、言うと思った。そこまで期待されても困りますけど。あの、そういえば聞いてませんでしたけど、ゲストというくらいなので、私の出番ってほんの少しだけなんですよね。先生、そんなわけないじゃないですか。あの、やっぱり今からお断りをするというのは。先生、できるわけないじゃないですか。ですよね。どうしよう。そうだ、特訓しよう。出たよ特訓、彼方の一つ覚え。でもいつも効果は抜群でしょ。いやー、我ながら名案。うん、まさに火事場の彼方力。マナト、無理にネタかぶせてこなくていいから。特訓って今からですか？うん、放送室借りて本番と同じ状況で喋る練習するの。そしたらきっと上がることなく無事本番も乗り切れるはず。地味な策だけど、今できることといったらそれくらいよね。本番は明日になっちゃったわけだし。そうですね、私頑張ります。決まり。それじゃあ放課後に放送室へレッツラゴー。あら、そこに見えるのは先生と、カナタさん、マナトくん、サチさんじゃありませんか。リョーコ先生、皆さんこれから揃ってお帰りですか。なんてグッドタイミング。私もそろそろ帰宅しようかと思っていたんですのよ。これはもしや神のおぼし召しでしょうか。いえ、違います。ええ、さすがに自分でもお神はちょっと大げさすぎたかなとは思いましたわ。仏の慈悲？そちらではなく、まだ帰るわけじゃないんですと言いたかったんです。まあ、こんな放課後までまだお仕事を。先生には本当頭が下がります。全部好きでやっていることですから。先生、よろしければそのご用事に私もご一緒させてください。ねえ、いつまでも喋ってないでさ、時間がもったいないから早く行こう先生。そうでした、お待たせしてしまってすみません。別に、なんか変な人が話しかけてきたせいだし、先生は悪くないけど。そうですわ、お忙しいところをお声掛けしてしまった私が全ての元凶。もっと罵ってくださって結構ですのよ。気持ち悪い。気持ち悪い。気持ち悪いけど本人に言っちゃダメでしょ。ああ、もうもう。ほら、喜んじゃん。あら先生、何やら少しお疲れですか。お体には気をつけてくださいね。このやりとりに疲れてんじゃないですか。私もですけど。
大丈夫です。先生の進路を積まないためにも、お嬢はさっさとどっか行った、シッシ。はーい。それでは皆さん、よくわかりませんが、頑張ってください。ようやく消えたか。いつも無駄に元気な人よね、あの人も。気を取り直して放送室に向かいましょう。これは予想外。まさか。一つしかない放送室の鍵を鈴木さんが持って帰ってしまった、なんて。どうしよう、入れない。あら、そこにいるのは先生と、かなたさん、まなとくん、さちさんじゃありませんか。こんなところでどうしましたの。ゲゲ、お嬢、なぜまだいるのか。こら、かなた、ゲゲとか本人の前で言わない。りょうこ先生、帰ったんじゃなかったんですか。いえ、教室の戸締まり点検をしていましたわ。先生方は放送室に何のご用で。それが実は、カクカクしかじかで。雑すぎる説明。煙に巻いてるんじゃない、お嬢がめんどくさいから。まさか、先生がそんないい加減なことするわけ。あらあら、まあまあ、それは大変でしたわね。通じるんだ、それで。放送室に入りたいのなら、初めから私に言ってくださればよろしかったのに。はい、この通り。あ、開いた。どうです、この学校で私に開けられない扉はありませんわ。うわ、怖っ。身の危険を感じる。子供たちの心の扉以外なら。今度、鍵二重ロックにしとく？うちの教室だけでも。ありがとうございます、りょうこ先生。すごく助かりました。先生。お礼なんて結構ですわ。私たちの中ではありませんか。それより。いつまでもこうして廊下でやり合うのもいいですが、特訓とやらをしなくてもいいんですの？あ、そうでした。皆さん、放送室へ入りましょう。はーい。うわ！何これ。ここって本当に放送室？床にはレッドカーペット、壁には一面の紙の若飾り、天井からはウェルカムの垂れ幕。これは、とんでもない先生歓迎ムードですわ。やばい、先生がプレッシャーで死にそう。先生には刺激が強すぎる。今は一旦飾り付けを外しておこう。マナト！もう外した。えらい。さあ先生、落ち着いて深呼吸してください。ひ、ひ、ふぅ、ひ、ひ、ふぅ。もう大丈夫です。相変わらず惚れ惚れするようなコンビネーションプレイですわね。いえ、それほどでも。で、りょうこ先生？ねえ、なんでいるの、この人。それよりまず、なぜ放送室に畳とちゃぶ台とお茶とお茶菓子があるのかを突っ込もうよ、誰か。それはさっちゃんの役目。私たちの役目は、お茶菓子を食べること。なんでやねん！お昼の放送で、クラスの担任教師をゲストパーソナリティに呼ぶという話でしょ？私もいつかはお呼ばれするわけですし、無関係ではないじゃありませんか。ここで先生の特訓を目の当たりにして、来たる X デーに備えないと、と思いまして。お嬢は一生呼ばれないから無駄だと思う。かなた！ご一緒してはいけませんか？私は構いませんよ。そんな露骨に邪険にするのはやめなさい。傷つけちゃうでしょ。鍵の所有者としてこの部屋の戸締まりを取り締まる権利は私が持ってしまっているわけですが、いけませんか？お茶菓子おいしい。あ、マナとも買収済みか。結構したたかよね、この人。そして今に至る。マナと、いきなり何言ってるの？なんでもない。お気になさらず。なんかもう一仕事終えたみたいな感じ出してるけど、先生まだタイトルコールやっただけだからね。まあ、ここまで来るのに結構時間かかったけど。すみません。このマイクが目の前にあるって思うと、どうもこう。確かに、マイクってずぶとくて黒光りしていて、なんだか不気味ですものね。黙っててください。はい！
生マイクが怖いなら何か被せればいいんだよ。ほい。なんでちくわ？美味しそうでしょ？うん、美味しい。もぐもぐ。あ、これマナと食べちゃったらダメでしょ？もう仕方ないな。もう一本。いや、なんでちくわがここにあるのってことなんだけど。え？そこにある冷蔵庫に入ってたから。冷蔵庫まで完備？どんだけ抜かりない設備なのよここは。もぐもぐ、食べ物は必須だから。そりゃあんたにはそうでしょうけども、人間は食べ物がないと死ぬ。なぜだろう、もっともなことを言ってるはずなのにとんでもに聞こえてしまうのは。2個目のチェックは、はい。今度は食べちゃダメよマナト。はーい。いや、マイクにちくわをかぶせたぐらいで何が変わるって。あ、確かにこれなら怖くないかも。でしょでしょ。お腹が空いたら先ほどのマナトくんのようにそのままパクッと頬張ってもいいですしね。黙っててください。はい。よーし、これで第一関門クリアっと。じゃあ次はつかみの会話だね。いや、多分先生にぶつけ本番は無理だと思う。まずは私とカナタとちょうどいいので指導先生を使って見本を見せましょう。まあしょうがないか。一回だけね。先生、よく聞いててくださいね。はい。やさらじー、とうとう始まりました。パーソナリティの三竹と白石です。さて、今日のお昼はこの二人だけで楽しくおしゃべりトークをしていくので、みんな聞いてね。おい、こら、ちゃんと二人じゃないでしょ。いるでしょ、もう一人。あと、おしゃべりトークって何？意味二重になっちゃってるわよ。さすがさっちゃん、ボケに対して余さずツッコミ、安心感のある相方を持って私は幸せだな。いや、漫才やってるつもりはないから。あー、これも私が紹介する流れ？しょうがないな。それではご紹介します。本日のゲストは 4-2 担任、指導涼子先生です。わー、パチパチ。もしもし、指導先生。もしもし。さっちゃん、この人なんで喋らないわけ？わかんない、電池切れたのかな。ちょっとマナト、ミュージックストップ。黙らないでください。はい。という感じなんだけど、だいたいわかったよね先生。今ので何をわかればよかったんですか？うん、ごめんなさい、正直私もよくわからなかったです。ああ、初めてなのに子供たちと上手に漫才できちゃった。くそ、一人空気読めてない奴がいたせいで。結構いい漫才だったと思う。いや、別に漫才やってないから。つまり今のはノーカウント。忘れて先生。あ、はい。そして次のがカウント1。準備はいい先生？ええ、マナト、ミュージックスタート。始まりました、やさらじ。今日から待ちに待った新コーナーとしてゲストパーソナリティに先生をお呼びしてます。先生。私ですか？これ私？そう、そうですわ。そう、挨拶です。普通にすればいいですから。待てよ、自己紹介から泣いてるとか斬新で逆にありかも。なしよ。マナト、音響で遊ばないの？マナト。もうしません。すみません、やっぱりとっさのことになるとどうも言葉が出てこなくなってしまって。先生、先生、例えばこれは授業だって思っちゃうのはどうです？余計に緊張してしまうかも。先生って本当に毎日が戦いですのね。すごい。はぁ、仕方ない。これはやりたくなかったんだけど。よし、やろう。説明させてよ。さっちゃんは本当説明好きだなぁ。あた、叩くことないと思う。先生のパートは録音にしましょう。本番ではその収録した音声を任意に切り貼りして使ってもらうということで。
まあ、最近のハイテクな機械ではそんなこともできるんですの？できるんですよ。もっとも、先生とのおしゃべりトークを楽しみにしていたであろう放送委員の鈴木さんは残念がるかもしれないけどね。まあそこのところは何とか許してもらいましょう。さっちゃん、実は結構おしゃべりトークって言い方気に入って。録音、それってどうやればいいんですか？やり方は普通にさっきと同じようにマイクに向かって喋ってもらうだけですよ。いくらでもリテイクが効きますから、さっきよりは気が楽だと思うんです。そうですね。大丈夫だと思います。多分、おそらく。おう、頼もしい。いえ、微妙に不安になるような返答のような。いつものことです。さて、レコーダーをマイクにつなげてセットしてと。これでよし。それじゃあ先生、今から録音ボタン押すよ。何でもいいから自由におしゃべりトークしてみてみて。ポチッとな。ダメでした。何を話せばって、緊張で頭が真っ白で喉が詰まってしまって。先生、なでなで。やっぱり、何でもいいって言葉は悪よね。言った方は無責任でいられて、言われた方が全ての責任を負う羽目になる、一種の言葉の暴力よ。録音されているっていうプレッシャーも思いのほかすごいんだね。私もついつい声出すのためらっちゃったもん。つまり先生は何も悪くない。仕方ない。子供たちが必死に先生をフォローしていますわ。眩しすぎます。これが人望。先生、いえ、お師匠様、私にもその子供心掌握術を。ああ、もう指導先生やめてください。先生が余計に硬くなっちゃうでしょうが。なでなで、大丈夫、柔らかい。そういう意味じゃない。二人とも離れなさい。サチさん、いつもすみません。いえいえ。しかし、どうしましょうね、この先。いざって時に先生どうしても緊張しちゃうのが問題だよね。あ、いいこと思いついた。いいこと？って、何ですか？絶対いいことじゃないと思うけど、一応聞くわ。何？凝り固まった緊張は、揉みほぐせばいいんだよ！さすが鎌田さん、名案ですわね。やっぱりそんなことだと思った、廃案。涼子先生って、実は結構子供たちと仲いいのでは。息が合ってる。ん？今聞き捨てならないことを言ったね、先生。これは、思い知らせてあげないとだな。何をですか？私は、先生としか、仲良くしたくないんだってことだよ！なんでそんな脅しみたいに出れてんのよ！ちょうどよく、こんなところにこんなものがありまして。うわぁ！なんて立派なマッサージ機！なんで放送室にそんなもんがあんのよ。やだな、さっちゃん。これは私の私物だよ。先生に喜んでもらうために市販のやつよりもブルブルを強力に、されど繊細な動きに改良した特別製。いつも思うんだけど、そういう機械いじり技術どこで仕込んでるの？彼方はノーチラスだからな。もしかしてジーニアスって言いたいの？無理して横文字使わなくていいから。そうそうそう、この気持ちいいマッサージ機で発声練習とシャレコモン先生。いや、カナタ、調子に乗らない。レモン先生マッサージ好きでしょ？これ本当にすごいよ。まだ誰にも使ったことないけど、なんかもうとにかくヤバいと思う。先生のことだけを考えて、先生のためだけに一生懸命作ったから、先生に使ってほしいな。ごくり先生、何ちょっと心揺れてるんですか？でもせっかくのカナタさんのご好意ですし。そうそう、私のご好意なんだよ。自分で言うな。
マッサージで先生の心と体がほぐれるのならいいこと尽くし、止めることないのでは？ほぐれすぎて先生の体が壊れちゃったらどう責任取ってくれるんですか？大丈夫、覚悟決めてきた。決めないでください。そうだ、でしたらお試しでまず私にその機会を使ってみるというのはどうでしょう。脱ぎ脱ぎ、なんで上着脱ぎ始めてるんですかって。あ、やめてください。スカートに手をかけるのは子供もいるんですよ。引くわないわもちろんジョークですわ、涼子先生。あ、機械を使うのがあれでしたら人力マッサージをするのはどうですか？涼子先生、私のマッサージはお父様にも好評で、よくせがまれたりもしますので、自信ありましてよ。ほら！あ！なんてハレンチなの！鏡見て発言しなさい。こんな邪念たっぷりのマッサージじゃ、先生を満足させることなんてできるわけないよ！私のテクニックで浄化してあげないと。えいえい！うわ！邪念とは一体？さすがカナタさん。揉み方にラップとサウチュメンタルとエンカレッジを感じますわ。これは私も気合を入れてもみもみと。うん、結構やるじゃないお嬢も。でもまだまだだね。えいえいえい、もみもみ、えいえい、もぐ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 もみもみ、えいえい、気は済んだ？さっちゃん、私常々暴力はね、良くないと思ってるの。ごめんなさい。私としたことがつい熱くなってしまいましたわ。ごめんなさい。ごめんなさい。先生は大部分被害者なので謝らなくていいですから。ごめんなさい。マナとはよく分かってないのに、なんとなく謝らなくてもいいから。あ、そうだ、肝心なこと聞くの忘れてた。ねえ先生、今の気分はどんな感じ？どんなと言われても。率直に言うと？それは頭がふわふわして、なんだか体の力が入らなくて。よし、どうやら狙い通り先生の心身はへにょへにょになっておるようです。今です。ポチッとな。その後、肩の力が抜けた先生は無事いい感じの録音に成功し、なんとか体裁を整えることができました。マッサージ、侮り方し、めでたしめでたしとみんなは思いました。だがそれは巧妙な罠だった。今日は本当に勉強になりましたわ。これでいつお昼の放送でゲストに呼ばれても安心。だからお嬢が呼ばれるわけないって。いや、イーデストも方式なら、あるいは心優しい先生が友達紹介コーナーで指導先生にテレフォンする可能性も。先生、私はいつでもウェルカムですから。ね、ね。必死すぎ。あ、先生、何か？うっかり放送室に忘れ物をしてしまったみたいです。ちょっと取りに戻りたいので。涼子先生。はい、お任せください。きちんと子供たちを無傷で教室にお送りし、なんならお家に帰るまでぴったり一緒についていきますわ。いえ、あの、放送室の鍵を貸してくださいと。もちろんジョークですわ今のは。はい、鍵はこちらです、どうぞ。必死すぎ。あ、でもすぐに行って帰ってきますから、このまま子供たちと教室で待っていてください。高校の憂いなく全て何もかもこの私にお任せあれ。引くわー。ないわー。大げさすぎるわー。よろしくお願いしますね。では行ってきます。何のリアクションもなし。あれはどこに置いたかな。確か、あった。私ったら、せっかく皆さんに一生懸命作ってもらった返答用のカンペを置き忘れてしまうなんて申し訳ないわ。さて、
あとは何も忘れ物は、ないっと。よし、それじゃあ帰る。やだ、転んじゃった。いたたた。お、これは、カナタさんのマッサージ機。確か、私のためだけに。せっかく一生懸命作ってもらったものだし、それにすごいってどんな風なんだろう。これで今は誰もここには入ってこられない。少しだけなら時間もまだあるし、ほんの少し。えい、スイッチオン。うわ、あ、確かに、すごそう。これは、まずは、軽く、ここに。うわ、あ、これ、本当にすごい。どうしよう、こんなの、私。でも、まだ、もう少し使ってみないと。こんな少しだけじゃ。だってせっかく、カナタさんが。だから、次は、こっちに。ダメ、ダメよ。もう終わりにしないと。でも、あと一回だけしたら、それで終わりに。ここにしたら、うわあ、これダメなの。ダメなのにやめないと。なのに、ごめんなさい、ごめんなさい。これが本当に本当の最後だから。ここお嬢がうちのクラスまでついてきているのかな。ねえ、さっちゃん。それはもちろん。先ほど先生にカナタさんたちとのお留守番をしかと頼まれましたので。お嬢には聞いてない。っていうか、お嬢と一緒だと逆に危ないから出てって。まあまあ、カナタ、先生からのお達しがあることだし、ちゃんと全員で仲良く待ってないと先生が悲しむじゃない。嫌だけど、これも先生のためか。嫌だけど、かなり嫌だけど。わあ、嫌がるカナタさんも、またかわいい。このラインからこっち側に来たら通報するから。こうやって過剰反応するから、逆に相手を刺激しちゃうんだと思うんだけど、いつもは自分が先生に刺激される方だから、気づかないのかしら。やだ、なんか深呼吸してる。気持ち悪い。いや、呼吸ぐらい許してあげなさいよ。カナタさんやマナト君やサチさんとこんな長時間にわたって同じ部屋の空気を吸えるのは久々ですもの。つい
呼吸を満喫してしまうのは当然のことですわ。うわ、本当に気持ち悪かった。でも確かに久々。そういえばそうね、指導先生がまだこの学校に来る前はよく彼方たちの病院で偶然会って捕まって世間話することもあったっけ。偶然にしては頻繁だった。教師ならではの力で子供たちあるところに引き寄せられ、つまりは運命だったのですわ。っていうか定期検診で来てたはずなのに、これ見よがしに小児科近辺をうろうろしてたよね。完璧恋。ええ、皆さんに恋焦がれ運命だったのですわ。うざすぎる。かなた、口がすぎるって何度も。いいんですのよ、幸さん。私ちゃんと分かってますの。院内ではいつも皆さん私が一人でいると話しかけてくれたんですもの。いや、まあそれは一応親同士の関係上知り合いなわけですし、あ、挨拶くらい礼儀じゃないですか。そうよ、そうなの。別に寂しそうなお嬢を見かねて相手してやったわけじゃないんだからね。てれてれ。わかっていますわ。なんだかんだと態度では邪険にしていても皆さんは私のことを。それはない。そういえばすぐに戻られると言った割には思いのほかお時間かかっていますわね、先生。まあそろそろ戻ってきてもいい頃合いですよね。マッハで見てくる。行き違いになるかもだよ。もう少し待ってみようよ。やだ、転んじゃった。あら、先生の声がなぜかスピーカーから。これはきっと何かにつまずいてうっかり転んだ拍子にスピーカー電源をオンにしてしまったに違いない。手に取るようにわかる。しかもこれ多分先生はこの状況に気づいてないパターン。入ってるわね、パターン確実に。まあお手本のような流れですわね。お、これはカナタさんのマッサージ機。確か私のためだけに、せっかく一生懸命作ってもらったものだし、それにすごいってどんな風なんだろう。ダメだ、この流れはやばい。ええ、今すぐ止めに行きましょう。待った、さっちゃん。話して、カナタ、一刻も早く放送室に行かないと。いや、止めるのはやめよう。面白そうだから。あんたら鬼か。カナタさん、マナト君、それはダメです。何よ、お嬢のくせにそんなマジな顔して。確かにこの先の先生の行動を知ることで今後の人生において何らかのプラスになる可能性は大いにありますわ。何に役立てるつもりなの、この人を。それでも止めないといけないんです。なぜならこの放送を聞いているのは私たちだけではないかもしれないのですから。マナト、放送室まで今すぐ。マッハー、した。これで今は誰もここには入ってこられない。しまった。ガッテム、指導先生、他に鍵は。さっき先生にお渡ししたのがただ一つのマスターキーですわ。ガッテム。それでも放送室に向かいましょう。外から声をかければ気づいてもらえるかもしれません。行くわよ、みんな。指導先生は教室で待っていてよかったんですよ。そうよ、なんでついてくるの。押して待ってるもんだから。大切なお友達の危機に刺して待っているだけなんてできません。苦しそう。確かに少し体力不足なのは否めませんから遅れるようなら皆さんは私に構わず先に。そんなこと言われてホイホイ置いていけるわけが。じゃあ遠慮なく、マナとサッちゃんスピードアップして。え、カナタ、私はこの頼りないお嬢の監視しつつ行くから、二人は先に先生に呼びかけしててよろしくね。カナタ、カナタ、カナタさん。うん、勘違いしないでよね。私はただうわー、なに、いきなり抱きついてる。画面燃えてきました。今なら越えられますわ、音速の壁も。放送室前に到着。
ごい。結果的にはいい判断だったようね。彼方以外にとっては。先生！先生聞こえますか？先生！先生！先生！確かに、すごそう。これは。ダメ、聞こえてないみたい。うちの学校の放送室の壁は防音防水防弾加工が施されていますから。なんでちょっと誇らしげ？一体どこに当てているんでしょうか？それはもちろん言わなくていいから。何も聞こえない。マナとは聞こえなくていいの。教育に悪い。なんといっても先生の声ですからね。突っ込みたいけど突っ込めない謎の説得力。あ、どうしよう。なんかすごい盛り上がっていらっしゃる。不幸中の幸いなことに、先ほど走ってきた時にもう校内に人影は見かけなかったですわね。まあ下校時刻もだいぶ過ぎてるし、教員の方も私が職員室を出た時はほぼみんな帰宅していましたから。つまり校舎内に残ってるのは暫定私たちだけ。多分おそらく大方だけだし。微妙に自信なさげになっていってないですか？そうであることを祈りましょう。神よ、この願い聞き届けたまえ。何も聞こえない。みんなどうする？これ、どうすると言われても。何も聞こえなかったし。し、皆さん、先生がまだ何かおっしゃってますわ。今のことは全部秘密ですよ。こうして何もかも暗黙の了解のもと、物語はようやく終わったのでした。めでたしめでたし。優しい教師のしつけ方、4巻特装版ドラマ CD トークコーナーということでですね、先生役をやらせていただきました、名塚香織です。そして、はい、白石かなた役を演じました佐藤さとみです。そして、はい、白石まなと役を演じさせていただきました千原みのりです。そして、はい、三竹幸役の大坪ゆかです。よろしくお願いします。そして、はい、今回初登場させていただきました指導涼子役竹達彩奈です。よろしくお願いします。はい、というわけでこのメンバーでトークコーナーももちろんお送りしていきます。バチバチバチ。涼子先生初登場ということで。そうなんですよ。あ、よろしくお願いします。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか？いやー、なんというか子供たちのツッコミがツッコミがそう激しくて、先生陣としてはやってるうちにどっちが教師でどっちが生徒か分かんなくなってくるよね。そうなんですよ。あの、割と私がやらせていただいた涼子先生もこう、うん、なんていうかこう暴走しがちなので、うん、突っ込んでこうまとめてもらえて本当にありがとうございます。なんかカナダの突っ込みとか斬新だよね。相手にしないっていうパターンの。スルーするって。スルーしちゃった。ドキドキしながら聞きました。あそこのあの気持ち悪いの流れが最高。気持ち悪いって。本気すぎるよみたいな。そんな感じでね、今回はちょっと前回に増してすごい展開だったね。ちょっとびっくりしました。前回私そんなにそんなでもないなと思ったけど、今回も丸々1ページ分そうでしたね。ドキドキしちゃいましたよ。びっくりしました。びっくり。皆さんちょっとさーっと聞き流してください。はい、そんなわけで、収録も終わりましたが、はいはい、今回お題トークということでですね、はい、お疲れ読者の癒し方、皆さんなんかそれぞれこうおすすめの癒し方とか、
マッサージとか実践してることとかあります？へえ、先に最近じゃあ疲れてる方。疲れてる。疲れてる方。あ、みんなそんなに疲れてない。はい、って言いにくい。疲れてますって。あ、じゃあなんかこう、ここがよく凝るみたいな。首、肩。あー、でも最近寒いので、うん、よく肩凝りますね。力が入っちゃって。うん、あー、確かに。私、最近、うん、ほんと最近、レントゲンを撮って初めて知ったんですけど、自分がストレートネックだったっていう、事実が。初めて判明して、うん、そうなんですか。首側の曲がってないやつです。まっすぐな、まっすぐな、どうなっちゃうの。あのね、あのいわゆるムチ打ちみたいな状態、よくね事故の後とかに起こるやつみたいなのがもう生まれつきそうだったっていう、そうなんです。だから頭の重さを自分の首で支えられてないっていう状態らしくて、うん、えレを抱いてたの。首の後ろの筋肉と背筋で支えてるらしいよ。背筋なんですね。だからもう慢性的に肩こりだって言われて、辛いです。辛いんですよ。なんかそうやって知ってからより辛い気がしてきちゃって、確かに知るとよかった。しかもそう、先生に3回ぐらい診察の時に本当に事故に遭ってない、本当に事故に遭ってないって言われて、それくらいもうね、びっくり、先生をびっくりするぐらいまっすぐだったらしい。すごい。意外とね、調べてみるとわからないことってあるからね。皆さんも、この、ね、聞いてる皆さんももしかしたら、なんかずっと肩が凝るんだよなって人は、そういう持病を持ってるかもしれない。そう、調べてみないとわからない。それで私は最近、針治療を、針始めて、今まではこうマッサージ、エステに行ったりとか、指圧系でね、やってたんですけど、最近針で、しかも、電気を流すんですよ。ちょっと怖いでしょ。あのね、凝ってる時はね、ちょっと痛い。そうなんです。ちょっとやっぱね、ビリビリしてて、しかもこう顔とかにも打つんですけど、顔に打つとこの針がこう電気で振動してるのが、ちょっとこうね、ピクピクってなってるのが見えるみたいな。あ、見える、見えるの。ちょっと怖いよ。しかも先生ね、多分中国の方でね、ちょっとこうね、日本語がなんかこう、そう、先生今なんて言ったのみたいな。そう、でもすごい腕の先生で、こうやっぱりね、やったその人より次の日がすごい楽になりますね。体もあったかいし、すごいなんか自分には合ってる感じがしますね。なんか皆さんはマッサージ行ったりとかします？します、うん、しますね。します、なるほど。アロマ系マッサージとかですか？私アロマすごい好きなんですよ。いわゆるリンパトレナージュとか、ね、はい、香りもトレナージュ、なんかリンパ流す、はい、リンパトレナージュ、流すやつだ、ね、流す、ね、そんなおしゃれな名前の。そうなんです、なんかあるんですよ、かっこいいって思って、これでって。そうなんだ、ね、なんかいろいろじゃない、あとほら酸素カプセル系のやつとかね。あれ私やったことないんですけど。私もやったことないです。あれ耳抜きできないと辛いです。あ、そうなんだ。最初に気圧をふーって変えるので、そうかそうか、うまいこと耳抜きできないと、あーって。え、それできなかった場合はどうす、なんか、助けてください。助けてください。苦手な、苦手ですか、どうですかっていうのを最初聞いていただけて、うん、なんか、うん、苦手な時は飴玉を飲めてて、なるほどね、飛行機とかでもね、そうなんです、うん。飲み込むと耳抜きできるからっていうのでもらったりできるらしいです。あれはでもすごい眠くなるんでしょ？はい、なります、うん。すごいリラックス状態でもずっと寝て、気づいたら終わってるみたいな、そういう感じなんで楽しいです。でマッサージの時もよく寝ちゃう。うん、あ、寝て、寝てちょっとカッて、カッてなるんだけど、ちょっと寝てなかったぜアピールとかを。いびきで目覚めない？そうです。ガッてね。今絶対なんかガッて言ったって思って。なんで普段は絶対起きないし気づかないけど、なんでああいう時は気づくんでしょうね、自分のいびきで。ちょっとなんか、うんとか言って、別に寝てないよ的なアピールをしたり。多分お店の人的にはもう慣れてるからね。いつものことか。そう、寝てたなって。それだけ気持ちいいってことですもんね、なんか。そうなんです。言っちゃいますよね、あれは。確かに。なんだろう、なんか家で自分でやってることとかあります？こう、お風呂に入ってストレッチするとか。私マッサージ機買いました。マッサージ機、うん、だから本編に出てくるようなやつじゃなくて、なんかコロコロできて、なんかこう打てる打てる、自分の手で
でこう、そうです、そうです。コロコロして、ボールがついてるような。そうそうそう、ボールがついてて、で、なんかそのボールが磁石になってて、肩に置いとくだけで、肩こり解消になったりとか、すごい。あとなんか水晶玉が下についてて、で、あの、デコルテとかこうやってマッサージして、流れを良くしたり。何それ、すごい、すごいですよ。すごい気持ちいいです。気持ちいいんだ、やっぱり。すごい、なんかもう、わーってなります。とろけるように。うわー、いいなー。それいいねー。すごい、おすすめ。もしかしたら同じの持ってるかもしれない。あ、そうなんですね。ボディが木で。そうです、そうです、そうです。え、じゃあ、結構大きいですか？今、これぐらい。あ、大きい。これぐらいに言っても伝わらない。なんて言えばいいんでしょう。30センチ定規ぐらい。割と長めな感じの大きめのやつなんですけど。あ、じゃあ同じの使ってますね。それ全身使えるんですか？全身使えるよね。そうですよ。欲しい。欲しい。いや、いいな。すごいよ。あ、そうなんだ。すごいよ。すごい。すごい。そうなんだ。男性のなんか最近ね、エステとかもすごい流行ってるじゃないですか。メンズね。メンズエステ。化粧品も増えてるしね。増えてる、増えてる。そうだよ。だって、あの、無駄毛がない男性が結構いますよね。それは剃ってるってことですか？そう、いや、いや、いや、脱毛的な。はぁ。いや、すごい。すごい。女子力高い。すごい。でもどうですか、皆さんはそのちょっと綺麗にしてる方の方が好き。きっと好きっていう方も。やばい、やばい、やばい。男っぽい感じの方が好き。自然なままでいてほしい。そうなんですね。毛はいっぱい生えてた方がいい。結構ほら、そうなんです。それこそね、中国とかやっぱエステが進んでるから、男性もすごい多いらしいですからね。横の方の方がお肌もツルツルだし。でも、男性の方がお肌ツルツルな人とか結構いるよね。います、います、くるいって思いますよね。やっぱ普段がこう化粧とかしなかったりとかするから、こうね、ダメージも少ないのか。羨ましい。あとですね、直接こう指圧とかじゃなくても、まあアロマ、あの、ろうそく焚いたりとか、お香とかね。今そういうのもありますか？家でやってたりします？あ、します。あ、そうなんだ。お香焚いたりとかたまに。どんな香りが好きなんですか？なんか自然系とかお花系とか。なんか白檀の香り。白檀？白檀ってどんな香り？なんか割とあの、ちょっとお線香っぽい感じなんですけど。なんかちょっとスーッとするような匂いとか、なんか金木犀とか、割と和の金木犀。すごいいい匂いなんですよ。それいいね。なんかリラックスしてからこうお仕事したりとか、帰ってきてから癒しタイムでやったりします。あとお茶とかもね、結構ね、癒されますよね。今ハムティーハマってるわ。あ、本当ですか？どんなの飲んでるんですか？今、マローブルーっていうのにすごいハマってる。知ってますよ。ブルー、色がいろいろ変わったりとかする、すごい綺麗な。変わるんですよ、色が。すごい、そんなのあるのって言われてて。そうなんですね。でも確かにね、喉とか鼻にいいハーブティーっていっぱいありますもんね。なんかどういうこう、スーッとするものなんですか？なんかね、あんまり味はそんなに強くはない。美しくはい、普通です。でも喉にいいのいいですね。あとで詳しくお願いします。そうですね。今まだ乾燥の時期が続いてますからね。そうだ。皆さん体調には気をつけて、はい、それぞれのそうですね、癒しを。気をつけます。気をつけてください。はい、そんなわけで、こんな感じ締めちゃったらいいのかな？大丈夫ですかね。はい、というわけで皆さんですね、今回も聞いてくださってありがとうございました。原作の方は、まだまだ続くのかな、先生。あれ、ごめんなさい。続けてください。はい。そして、皆さんもですね、ぜひ、これからも原作の方応援していただければと思います。というわけで、お相手は、名塚香織と、佐藤さとみと、千原みのりと、大坪ゆかと、竹田彩奈でした。ではでは、またねー。バイバーイ。バイバーイ。